お疲れ。今日盆栽のスケルトン舞台の中にスケルトン混ざっててもバレないやつ撮ってもらってもいい？僕のプレイでドッキリ的なやつですか？あ、すいません、間違えました。ちょっとドズルに送るはずが、どうしましょう。いや、一番あかんやつやん。もう見ちゃいましたよね。見ました。すいません、マジでへこんでます。大丈夫です、見なかったことにもできます。神。でもどうなんでしょうね、どうにかお願いできませんか。ゾズル、やらせとか嫌いなので、見なかったことにしてもらえると可能でしょうか。わかりました、頑張ります。気になることなかったですか？気になること、気になること、いやだから、おやおやと。いやいや、クロスホグよ。え、クロスホグ。いや、クロスホグは別に何もないです。そうだし、なんか、はい、ジャイスパーキーとか。ジャイスパーも別に何もないです。え、はい、な、え、なんかあった？気になること、気になること、気になること、気になること何がありませんでした？気に、あ、はい、プロ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 、あ、中身、中身プロ。違います、違います。本日の、ボンさんに仕掛けたドッキリ、うん、実は、うん、スケルトン舞台とスケルトン同時に出しても気づかない説。あざっす、あざっす。気づきませんでした？気づかないよ。え、スケルトン舞台とスケルトン、え、でもちょっと怪しいシーンあったんですか？嘘、え、記憶ない。ちょっと怪しいみたいなかったんですか？ないないない。スケルトン舞台出してちょっとなんかタイミングずれたシーンとか。ないないない、分かんない、全く気づかず、うん、1体多かったの？え、じゃあ3体か。いや、3体多かったです。スケルトン舞台が気づかない。気づかないよ。気づかないよ。いやいや、やっぱこのチャンネルもやってました。気づかないよ。エレイズとザップ一緒に打ったとか、まあ、スケルトン舞台だと気づかないと。いや、気づかないいうところで。気づかないよ、これは。これは気づかないよ。というところで、じゃあ坊さん、最後感想をお願いいたします。いや、何が悔しいって、はいはい、そんなデッキに負けたのが悔しいですよ。なんか見どころなくて申し訳ないですね。いやいやいや、本当に申し訳ない。全然見どころ満載でございました。え、本日の本当の企画、何、本日の本当の企画は、はい、ボンジュールドッキリの内容を知っていてもやりにいっちゃう説。やりやり行きましたよね、ボンさん。ボンさん、今、やりませんでした、今。え、ボンさん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 。やりに行きましたよね。今、なんですか、今、やりに行ったよね。やりに行きましたよ。今のは、なんなんですか。やりに行きましたよ。え、やったかやったか。何の音だ、何の音だ、自然体。え、やりに行ってますよね。ちょっと、ちょっと、なんすか。ちょっと、なんすか、やりに行ってますよね。あれ、あれ、ちょっと僕が、日頃からやらせはダメってずっと言ってたのに、今のは やりましたね。もう証拠もあるんで、こっちは証拠ありますよ、もちろんあります。やりに行きましたよね。